よ、私がボケる前に語り残しておこう。この人生で一番喜びに満ちていた時のことを、悲しいことや辛いことや嫌なこと、たくさんあったけど、その喜びはそれらをすべて打ち消してくれ。安らかな今日のすべてがそこから始まったのだ。まず一番嬉しかったこと、それは君との素敵な出会い。そしてこんな僕の愛を君は疑うこともなく、優しくそれを受け入れて、僕を愛してくれたこと、おー、その時君と僕は喜びに身も心も包まれていた。おー、その時君と僕は喜びに身も心も包まれていた。